はいどうも皆さんプロスペです。政令指定都市というのは結構難しい制度で、存在自体は知っていても、具体的なことについてはよくわからないという方が多いと思います。というわけで今回は、政令指定都市の要件や権限などについて、なるべく詳しく解説していきたいと思います。まず、そもそも政令指定都市とは何なのかということについて、ざっくりと確認しておきましょう。簡単に言うと政令指定都市というのは、規模の大きい市に対して、都道府県の権限の一部を譲り渡すための制度のことです。地方公共団体が行うべき業務というのは、都道府県と市町村の間で分担されます。しかし、当然市町村からすれば、自分たちのことはなるべく自分たちでやりたいわけで、一部の業務が都道府県のものとなっているのは、あまり望ましくないことです。ですが、都道府県が処理する事務には規模が大きいものが多く、多くの市町村には、これらの業務を処理するための行政能力や財政能力がありません。そのため地方自治法では、市町村は基礎的な地方公共団体であり、都道府県が処理するものを除いた業務を処理すると規定されています。しかし、市町村の規模は様々であり、その中には都道府県と同等以上の規模を持つ市もあります。そのような規模の大きい市が、都道府県の事務の大部分を処理できるようにするのが、政令指定都市制度というわけです。政令指定都市のざっくりとした解説が終わったところで、次は政令指定都市になるための要件について詳しく解説していきます。地方自治法の規定では政令指定都市について、政令で指定する人口50万以上の市であると定められています。この規定で政令で指定する都市と書かれていることから、政令指定都市という通称が用いられるようになっているわけです。ただ、地方自治法では政令指定都市ではなく、指定都市という言葉が使われているので、この点は注意が必要でしょう。ちなみに政令指定都市の政令というのは、憲法の規定に基づいて内閣が行う命令のことです。つまり政令指定都市の指定については、人口50万人以上という地方自治法の規定に反しなければ、国会という立法機関の了承を得る必要はなく、内閣という行政機関の裁量に委ねられているというわけですね。ここで重要となってくるのは、政令指定都市の指定が内閣の裁量次第であるということは、人口が50万人を超えている都市であっても、政令指定都市に指定する必要はないということです。実際に、最新の国勢調査で人口50万人を超えているにもかかわらず、政令指定都市となっていない市は全部で7市あります。では、行政は実際にはどのような基準で、政令指定都市に指定するかどうかを決めているのでしょうか。この点については、地方自治を担当する総務省が、立法の経緯や特例を設けた趣旨から、人口等の都市規模や行財政能力が、既存の政令指定都市と同程度である必要があると説明しています。この説明だけでは、立法の経緯や特例を設けた趣旨とは、具体的にどういうことなのかがよくわかりません。それを理解するために、政令指定都市制度が誕生するまでの経緯を見ていきましょう。戦前の日本には六大都市と呼ばれる大都市グループがあり、これらの都市は六大都市行政監督に関する法律によって、一部の事務の実行について府県の許認可が不要とされていました。そして1943年には東京市が廃止され、現在の東京23区の前身となる区制が施行されたことから、六大都市から東京市を除いた5つの市が五大都市とされ、その五大都市を対象として、五大都市行政監督特例が施行されます。このように戦前においても、規模の大きな市に対して都道府県の権限の一部を移譲する、現在の政令指定都市のような制度は存在したわけです。戦後の1947年には地方自治法が制定され、その中に特別市という制度についての規定が置かれます。特別市は五大都市が指定されることを念頭に、指定された市が都道府県の事務を処理することを可能とする制度でした。しかし、特別市は都道府県の区域外とされたことから、関係府県から猛反発され、結局実際に特別市が誕生することはなく、1956年に特別市に関する規定は削除されました。そしてその際に特別市の代わりとして規定された制度が、現在の政令指定都市というわけです。つまり、政令指定都市についての立法の経緯は、戦前の五大都市行政監督特例に代わる制度を作ることであったと言えます。また特例を設けた趣旨についても、戦前から与えられていた五大都市の特例を廃止するのは不適当だからということで、説明ができるでしょう。実際に政令指定都市についての規定が設けられた1956年には、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令により、五大都市が初代政令指定都市に指定されています。ちなみにこの政令は現在も残っており、新しく政令指定都市を指定するときは、この政令の後ろに付け加えていくという形が取られているため、
政令指定都市が指定された順番で並んでいます。さて話を戻しますと、総務省は政令指定都市を指定する基準として、人口等の都市規模及び行財政能力が、既存の政令指定都市と同等であることを挙げていました。旧五大都市が初代政令指定都市に指定された、1956年当時の各市の人口はこのようになっており、どの都市も100万人くらいの人口があることがわかります。こうして政令指定都市は、おおむね人口100万人以上というのが、指定の基準であると考えられるようになったわけです。行財政能力については、わかりやすい指標がないですし、おそらく国もなんとなくで考えているところだと思うので、そこまで気にする必要はないでしょう。ここで疑問なのが、どうせ人口100万人が政令指定都市の実質的な要件となるのなら、なぜ法律では人口50万人以上というのを要件にしたのかということです。人口50万人以上という基準は、前述の特別市を指定する際の基準として、1947年に作られた規定です。特別市は都道府県と別の区域なので、特別市になるということは、都道府県から独立することを意味します。そのため都道府県と同等の人口というのを、特別市指定の要件にしようと当時の政府は考えたのでしょう。人口50万人という基準は、1947年当時最も人口が少なかった鳥取県の人口が50万人台だったので、ここから決められたものだと思われます。しかし、人口50万人以上という法律上の規定は四分化し、政令指定都市の実際の指定要件は、人口およそ100万人ということでスタートします。1963年には人口約100万人の北九州市が、旧五大都市以外で初めて政令指定都市となっていることから、この頃から国は、既存の政令指定都市と同程度ということを、指定の基準にしていたことがわかります。1972年には、札幌市、川崎市、福岡市の3市が、政令指定都市に指定されます。これら3市のうち、札幌市と川崎市については、人口およそ100万人という要件を満たしていましたが、福岡市は80万人台であったにもかかわらず、政令指定都市に指定されました。このことから政令指定都市の指定の要件は、人口100万人程度以上、または人口80万人以上で、近い将来に人口100万人を超える見込みがあることと考えられるようになります。実際その後も、1980年の広島市、1989年の仙台市、1992年の千葉市と、人口80万人台の市が政令指定都市に指定されていきました。現在も原則としては、政令指定都市に指定されるためには、この要件を満たす必要があると考えられています。しかしややこしいのが、平成の大合併の際に合併を推進するため、大規模な市町村合併を条件として、政令指定都市の指定の弾力化、つまりは指定基準を緩和することが、2001年に制定された市町村合併支援プランの中で示されたことです。この時点では、法律で定められた人口50万人以上という制限はあるものの、その制限の中で具体的にどの程度指定基準を緩和するかは、明確にはされませんでした。そして2005年静岡市が、人口約70万人かつ近い将来人口100万人を超える見込みのないという状態で、政令指定都市に指定されたことで、指定基準は人口70万人以上にまで緩和されたと考えられるようになります。その後も2006年の堺市、2007年の新潟市と浜松市と、人口70万人以上かつ近い将来人口100万人を超える見込みのない市が、政令指定都市に指定されていきます。そして2009年に、人口70万人を少し下回る岡山市が政令指定都市に指定されたことにより、指定基準は人口70万人程度以上と考えられるようになります。そして2010年には相模原市、2012年には熊本市が政令指定都市に指定され、最終的に平成の大合併による指定基準の緩和は、新たに7つの政令指定都市を生み出すことになりました。なお、一般的に平成の大合併が終わったとされるのは、2010年の合併新法改正時ですが、熊本市はその2年後の2012年に政令指定都市に指定されています。ただ熊本市は、政令指定都市になったのは2012年ですが、合併自体は2010年までに終わらせているので、合併を条件とした指定基準の緩和は、2010年で終了したと考えていいでしょう。そのため現在の政令指定都市の基準は、人口100万人以上、または人口80万人以上で、近い将来に人口100万人を超える見込みがあることという、従来のものに戻ったと考えられます。ただ注意しておかないといけないのは、国が公式に定めている人口要件は、地方自治法の人口50万人以上のみであり、その他の数値を明文で示したことはないという点です。
確かに国は、人口50万人という地方自治上の要件を満たしているというだけでは、政令指定都市に指定することはできないとしているのは事実です。そのことを示すものとして、平成の大合併期に岐阜市から行われた、政令指定都市の指定要件を人口50万人以上と明確化すべきという提案に対する、国からの回答が挙げられます。内容としては、政令指定都市の歴史的沿革や、都市規模や行財政能力が都道府県と同等であることを確認する必要があることから、指定要件を人口50万人以上とすることはできないというものでした。しかしここでも、人口70万人程度以上などの具体的な数値が出されているわけではなく、人口50万人では政令指定都市になれないとも書かれていません。要するに70万とか80万とか100万とかいう数字は、過去の事例から推測して、勝手に言っているに過ぎないわけです。ウィキペディアを見ると人口以外にも、行政能力要件や手続き要件が書かれていますが、これも熊本県の資料に書かれていることであり、国の公式見解ではないのです。ただ国の公式見解ではないとは言っても、実際に熊本市が政令指定都市になっているだけあって、そこまで大きく外れたものではなさそうです。行政能力要件について見てみると、まず1番と2番については、地方自治法に定められた市となる要件に類似の規定があり、これがより厳しくなったものが、政令指定都市に要求されると考えるのは妥当でしょう。次に3番と4番については、どちらも政令指定都市を運営するためには必要な能力であり、それが十分でない場合、政令指定都市になれないというのは当然です。最後に5番については、政令指定都市というのは都道府県の権限を奪う制度なので、県と市での意見の一致が必要であるというのも納得です。次に手続き要件について見てみると、まず1番については政令指定都市になるという重大な決定に、市議会の同意は当然得るべきです。次に2番と3番については、前述の通り政令指定都市になるには都道府県との意見の一致が必要なので、このような手続きを経るのが自然でしょう。最後に4番から7番については、政令指定都市が国の裁量で政令によって指定される以上、こういう流れになるのが普通だと思います。人口要件については、役所というのは前例主義で動くものなので、このくらいの人口のところが指定されたからその人口が実質的な要件という考え方は、大まかには正しいと言っていいでしょう。ただそういう風に考えると、すでに合併をすれば人口70万人でも政令指定都市になれるという前例ができているわけなので、指定基準の緩和措置は、実質的には現在も続いていると考えていいかもしれませんね。さて、ここまでで政令指定都市の要件について詳しく見てきたので、ここからはその要件を満たして政令指定都市となった市が、具体的にどのような点で通常の市と異なっているかを見てみましょう。政令指定都市と通常の市の違いとして最もわかりやすいのは、政令指定都市には行政区が設置されるということでしょう。政令指定都市に指定された市は、市長の権限に属する事務を分省するために、条例によって区を設置する必要があると定められており、この区が一般に行政区と呼ばれているわけです。行政区が行う事務は、それぞれの政令指定都市が条例で定めることとなっているので、具体的な行政区の役割はその市の条例を見ないとわかりません。ここでは例として、相模原市区の設置等に関する条例を見てみたいと思います。この条例では、設置する区の名前や区域、区役所やその支所の所在地などとともに、区の担う業務について規定されているのですが、正直これだけを見ても、具体的に区が何をするのかというのはよくわかりません。そこで相模原市の別の資料を見てみると、区というのは市民生活に身近な行政サービスを提供する組織であることがわかります。それだけを聞いてみると、市役所の出張所と同じようなものに思えますが、国民年金についての相談窓口が開設されるなど、従来の市役所出張所に比べると、行政サービスが拡充されたようです。また行政区については、区という名前で呼ばれてはいますが、東京23区の区とは全くの別物であるということも、気をつけなければいけないところです。具体的に違いを説明すると、東京23区は特別区と呼ばれる制度によって設置されており、行政区とは設置の根拠規定が異なります。また特別区には、選挙によって選ばれる区議会と区役所が存在するのに対し、行政区にはそのようなものは存在しないという点も、両者の大きな違いとして挙げられます。行政区というのはあくまで各政令指定都市の一部であり、そこまで独立性の高いものではないと言えるでしょう。ただ、現在のところ活用例はありませんが、行政区に比べて少し独立性が強い、総合区という制度もあったりするので、一応その存在だけは紹介しておきます。続いて、表面上ではわかりにくい違いではありますが、政令指定都市制度の本質である、都道府県から委譲される業務の内容を見ていきましょう。
地方自治法の規定を見ると、これらの事務のうち都道府県が処理するとされているものの中から政令で定めるものを、政令指定都市は処理できるということになっています。政令指定都市には都道府県の業務のうちのかなりの部分が委譲されるので、具体的に内容を見てみると相当な量になっていますね。さらに道路法では、政令指定都市が一部を除いた県道や国道の管理をすると規定されているなど、地方自治法以外の法律や条例でも、様々な都道府県の業務が政令指定都市に委譲されています。委譲される事務権限は1000を超えるとも言われ、その全容を把握することはかなり困難です。というわけでこの動画でも、すべての委譲される業務を紹介することはできないのですが、例として都市計画に関する業務の委譲について説明したいと思います。都市計画法では、市街地開発事業に関する都市計画などは、市町村ではなく都道府県が決定すると規定されています。しかし本来なら都道府県が行う都市計画に関する業務も、政令指定都市にはそのほとんどが委譲されます。政令指定都市になるような規模の大きな市にとっては、どのような都市開発を行うかというのが、都市の発展にとって非常に重要となります。そのため、都市の開発に必要である都市計画を、都道府県の介入なしに自ら決定できるようになるというのは、政令指定都市に委譲される都道府県の権限の中でも、特に重要なものであると言えるでしょう。また業務が委譲される他にも、政令指定都市になると多くの場面で、都道府県と同格の扱いを受けることになります。例えば通常の市区町村は様々な業務に関して、都道府県の認可等の関与が必要となりますが、指定都市になると都道府県を介することなく、直接国との間での関与ができるようになります。例えば地方債の発行にあたっては、一般の市町村は都道府県が関与しなければならないということになっていますが、指定都市に関しては国が関与することとなっています。また指定都市の扱いが都道府県と同格である例としては、統一地方選の日程も挙げられます。統一地方選挙とは4年ごとに同一日程で行われる、多くの地方議会及び市長選挙のことです。この統一地方選挙は前半と後半に日程が分かれており、前半で都道府県及び政令指定都市の選挙、後半で一般市町村及び特別区の選挙が行われることから、政令指定都市が都道府県と同格の扱いを受けていることがわかります。他にも国勢調査などの統計で、政令指定都市は東京23区と合わせて21大都市という括りを与えられていたり、総務省が人口50万人以上の都市に定める都市圏では、一般の市を中心とするものは単なる都市圏という名前なのに対し、政令指定都市を中心とするものには大都市圏という名前が与えられており、あらゆる分野において政令指定都市が特別扱いされていることがわかります。また政令指定都市は都道府県から委譲された業務を処理するために、多くの収入が必要となるので、政令指定都市になることにより新たに生まれる財源というのも存在します。具体的には、行政が行う業務の増大に伴って、地方交付税が増額されたり、基本的には都道府県しか発行することができない宝くじを発行できるようになったり、道路行政に対しての補助金が支給されたりするそうです。ここまで政令指定都市についていろいろと解説してきましたが、政令指定都市になることによって、その市は一体どのような利益を受けることができるのでしょうか。政令指定都市制度は都道府県の業務を委譲するための制度なので、委譲された業務というのはもともと都道府県によって行われていたわけで、管轄が変わっただけという見方もできます。そう考えると、政令指定都市になったところでほとんど意味なんてないんじゃないかという疑問が浮かび上がってきますね。このような疑問に対して熊本県は、住民に最も身近な市町村に権限と財源を委譲するということは、地方分権推進の観点から望ましいというふうに答えています。このことから政令指定都市への移行というのは、具体的にこういう業務ができるようにするためというよりは、住民に身近な市がより多くの業務ができた方がいいだろうという、抽象的な理念が動機となって行われるということがわかりますね。確かにその市の取り組むべき課題というのは、都道府県よりも各市の方がわかっているはずですし、住民サービスの提供を行う主体は、都道府県より住民との距離が近い市の方がいいというのも納得です。相模原市の資料を見てみると、政令指定都市になることによって主体的な都市基盤の整備や高度な行政サービスの提供が可能となり、その結果として都市としての総合力が高まると述べられています。また熊本市の資料の中では、政令指定都市という大都市グループに入ることによる知名度の向上というのも、政令指定都市のメリットとして挙げられています。このように政令指定都市になることが都市の発展につながると考えられているからこそ、平成の大合併期には多くの市が指定基準を満たすために合併をしたりしたわけです。
では、聖霊指定都市になったことにより、本当に都市としての総合力が高まり、都市の発展につながったのでしょうか。このことについて考えるために、平成の大合併の緩和措置で聖霊指定都市になった7市と、聖霊指定都市になっていない人口50万人以上の市について、人口の増減率の変化を見てみましょう。具体的には、2000年から静岡市が政令指定都市に指定される2005年までの各市の人口増減率と、2005年から2020年までの人口増減率を比べてみます。実際に国勢調査のデータより人口増減率を計算して、こちらの表にまとめてみたので、軽く分析してみることにしましょう。この表の中から堺市に注目してみると、政令指定都市以降前は、人口増減率が松山市、鹿児島市、姫路市よりも悪いことがわかります。しかし政令指定都市移行後に、政令指定都市に指定されなかったこれら3つの市より、人口増減率が良くなっているのです。このように政令指定都市に指定された市が、非政令指定都市と比べて人口増減率が良い状況となっていることを考えると、政令指定都市に指定されることは都市の発展につながるという見方もできそうです。しかし、すべての政令指定都市において、このような現象が発生しているわけではありません。新潟市に注目してみると、政令指定都市移行前は、人口増減率が鹿児島市、姫路市より良いことがわかります。しかし堺市の事例とは対照的に、政令指定都市移行後には、政令指定都市に指定されなかったこれら2つの市より、人口増減率が悪くなっているのです。また静岡市に注目してみると、政令指定都市に移行する前でも後でも、14市中人口増減率が最低であることには変わらず、政令指定都市移行が都市の発展につながったとは言い難い状態です。もちろん今言った分析はかなり雑なもので、詳しく政令指定都市への移行と都市の発展の関連を調べようと思えば、相当大変な作業になると思います。ただ、政令指定都市に指定されたとしても、人口増減率が相対的に良くなるところもあれば、悪くなるところもあるというのは確かな事実です。このことから、政令指定都市への移行が都市の発展に与える影響というのは、あったとしてもそこまで強いものではないということは言えるでしょう。このようにメリットがそこまで大きいものかは怪しいことに加え、政令指定都市になることには、移譲される業務に対して十分な財源が確保されないというデメリットもあります。また、都道府県と市がどちらも大きな権限を持つことで、二重行政が発生するという問題点も指摘されています。こうやっていろいろ考えると、多大な労力をかけてまで政令指定都市になる意味というのは、あまりないのかもしれません。ただ、より住民に身近な市が多くの権限を持つべきという、一般理念は間違っていないと思いますし、そのような観点からは政令指定都市になることには意義があります。結局のところ政令指定都市になる意味があるかどうかは、最終的には各地域の住民が判断することになるでしょう。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。